ビットコイン ETF よりも重要なのはイーサ ETF。 みんなが表面しか見ていない間にゆるともは裏側をしっかりと見て仮想通貨バブルの波に乗っていく。皆さんこんにちは、ゆるふわです。ということで、皆さん表面しか見ていない方がとっても多いと思うんですけれども、そう、実はイーサ ETF の方がかなり重要なんです。今回はこの内容に集中をしてお話をしていきたいと思います。イメージしていただきたいのが NVIDIA。 NVIDIA の株も一気に急激に上がっていきましたよね。そう、 NVIDIA もAI チップじゃないですか。だからこういった、まあ、スマートフォンとかの内側にね入っていて見えないんですよ。そう、でもそういったものに目をつけていくと一番利益がゲットできるんです。なのでね、これから本当にイーサの方が利益が獲得しやすいということが言われています。そうそう、たまにいるんですけど、その人をね身なりで判断する方、これ絶対 NG だと思ってます。そう、本当にあのプライベートジェットとか乗っているもう本当の大金持ちの方ってもうとてつもなく、あのなんていうんですか、ルックスからは全くお金を持ってるなんてことわからないです。そう、なので結構このアジア人の方、特に日本人の方だったりとかっていうのは、その身なりでねハイブランド身につけてる、だからあの人はすごいんだというその判断基準を持ってる方多くいらっしゃるんですけれども、それは今なくした方がいいと思います。だってもしかしたらその身につけているものが偽物かもしれないし、もしかしたら結構ね、レンタル屋さんで借りている貸衣装みたいな感じで借りられている方も多くいるというのをね、耳にします。あ、そんなのあるんだっていうの結構衝撃だったんですけど、なのでね、皆さん目指してるのはそこじゃないです。もうその上です。なので、ゆるともは、ゆるふわについてきてください。そしてゆるふわチャンネル登録者数1万人を達成して、次のステップは2万人。今のうちに Google にログインをして、はい。チャンネル登録とグッドボタン、高評価ボタン、そしてコメントお待ちしております。このチャンネルの成長にもつながれますし、何よりもゆるふわが頑張れる力となりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではね、今日ね、あとね、あのソラナ、XRP を抜いて、時価総額5円まで来ました。今日もトレンドなニュースたくさん入ってきているので、ぜひこの動画 1.75 倍2倍速で最後までご視聴ください。それでは、レッツダーゴー。はい、それでは今日もオーシャンでヒートマップ、ちょっとね、仮想通貨相場の全体ね、まず見ていきましょう。じゃじゃん！おー、めっちゃポジティブじゃないですか？赤は3つしかないです。しかも、ライトコイン、OKB、ICP です。そう。私結構ライトコインも OKB も注目してるんですけど、ここがね、3つだけ赤になっています。オーシャンまだ登録していなかったという方は今のうちに登録をしておいてください。オーシャンは唯一仮想通貨 Web3AI の情報をフラットにキャッチできるプラットフォームを目指しています。なので結構その仮想通貨って新しいジャンルなので、やっぱりインフルエンサーの方の力が結構強いと思ってるんですね。なので、あ、そういったところで情報をキャッチした後にオーシャンを訪れてみてください。世界でどういったことが言われてるのか、どういったニュースになっているのか、どういったニュースが入ってきているのかというのをまずオーシャンでチェックをして、その後にですね、投資をするなりっていうご自身の判断に、なんかそのステップを踏んでいただいた方がいいかなと、私は思います。そしてね、オーシャン、すごいんですよ。オーシャン GPT があります。もう皆さん、Web3AI 仮想通貨のことに関しても、このオーシャン GPT に聞いてください。これに特化して学んでるんですよ、AI が。
なので、Google で検索したか、リトカヤフーで検索したりとか、まあ皆さんね、いろいろされると思うんですけれども、このオーシャン GPT はもうそれに特化して、なんていうの？学んでるとか、勉強している AI になっているので、ここで聞いていただいた方が、効率的に返答も返ってくるし、それは日本語でも英語でもどんな言語でも大丈夫なので、そう。ぜひこのオーシャン GPT を活用してみてください。そしてなんですけれどもね、これこれからの展開ですよ。もうお話ししてましたっけ、オーシャン内のコイン W チャット GPT があります。まだ公開はされてないんですけれども、もうできてます。これに関してはコイン W についてもうまるまる勉強している AI が答えてくれるので、わからないことだったりとか、ちょっとカスタマーサポートでちょっとね、カスタマーサポートだとまあウェイティング時間とかあったりするので、すぐに返答がもらえないなっていうことに関しては、ここで聞いていただけるとすごい早い返答で返ってくるので、ぜひオーシャンにユーザー登録している方限定で、これから、公開していこうと思っているので、今のうちに、オーシャン登録をしておいてください。これめちゃくちゃ便利だと思います。そう。オーシャン登録して、こういうのを使っていくというのがね、いいのではないかなと思います。はい。それではなんですけれども、今日はね、コインマーケットキャップ見ながら、ちょっと見ていきたいと思います。でもビットコインめっちゃ調子いい。めちゃくちゃ調子いいです。$43,755。すっごみたいな。7日間で 2%。まあ、いい感じでね。なんかこうクリスマスラリー乗ってるのかなっていう感じの、価格になってきましたね。そして2位、イーサ。もうイーサめっちゃ注目してます。この後のね、お話も、結構耳をダンボにして聞いていただきたいんですけれども、イーサ現在$2,211です。すごっ。4位 BNB、$260まで来ましたね。久しぶりに見た。めっちゃ上がってきてますね。なんですけれども、そのすぐ下に、ソラナ来ました。なんと$86ですよ。めちゃくちゃびっくりしませんか？去年の今頃が本当に$14とか、まあ、なんかソラナって$12いったらもう終わりだよね。っていう話がされてたの、すっごい耳に残っていて、みたいな。なのでその$12とか$14の時に投資をできていた方、かなりの利益がね、上がってるんですよ。なんそんで、私はその恐怖の時にもう買えなかったんですけど、それはすごいなと思ってね、この XRP 抜いてくるっていうのもかなりの力だと思います。そう。そしてね、この4位の BNB との差なんですけれども、約$50億の差ということで、日本円で約7157億円相当の差なんですね。いや、なんかね、抜けそうな金額ですよね。そう。なので、結構注目だと思います。はい、それでは次、ADA に関しては、ADA に関しては $0.59です。7日間で 8% の下落ということで、結構 ADA も、まあ、ずっと時価総額トップ10にいるんですよ。比較的っていうか結構もう長期で。なので、今 $0.59 じゃないですか。なので、まあ、ソラナみたいな、なんか、パフォーマンスをもしかしたら次見せてくるかもしれないなっていう。で、まだ、なんかもうソラナは86まで行っちゃってるから、うわ、なんかすごい上がりきったなみたいな感覚を私は持ってるんですけど、ADAに関しては、なんかまだまだ行けるような雰囲気をね、私は感じてます。なので、今だったら、まあ、ソラナにはなんかこう、なんか気持ちいかないんですけど、ADAには気持ちが、私は行きますね。そう。なので、皆さんぜひ年末年始に、ソラナもなんですけど、このADAね、カルダノのADAの、その物語、今までの物語だったりとか、そのチャートの歴史というのを振り返っておいてください。うん、そしてね、なんで私がね、こういったことを言ってるのかっていうのが、物語をこう、解読していくとお分かりいただけるかなと思います。本当にね、歴史、クリプトの歴史って、クリプトだけなのかな、わかんないですけど、歴史って結構繰り返されるんですよ。本当に繰り返されるんですよ。そう。なので、ぜひ、
見ていただきたいなと思います。ちょっとそれでは、急上昇見ていきましょうか。はい、注目のコイン見ていきましょう。人気急上昇、ボンク変わらないですね。あと、インジェクティブも変わらない、変わらないですね。これ多分私が先週、先々週ぐらいかな。なんか結構海外で、配信されていますっていうの言ってからだったかな。もう言ってる最中ぐらいからも結構価格上がってたと思うんですけど、めちゃくちゃ上がってますし、なんでこんなにこういうマーケットキャップ遅いんだろう。めっちゃ遅い。開けめっちゃ遅い。インジェクティブ、7日間。全体見ていく、7日間でも結構か。全体見ていきましょうか。おー!ICO 価格なのかな?多分 ICO はもっと安かったのかもしれないんですけど、まあ大体2021年の始まりは1ドルだったってことですよ。っていうことは今、40倍すごっ、めっちゃすごいですね。で、だいたいまあ5ドルとか、5ドルあたりぐらいをこう、うろちょろうろちょろ、5ドルから10ドルの間ですね。うろちょろうろちょろしてたにもかかわらず、一気に上げましたね。10月の15日ぐらいから、上げてます。すごっ。なので、なんかこう仮想通貨ってすごいこう波があるし、一気にこう跳ね上がるアルトコインっていうのすごく多いので、まあなんかその波乗りたかったなと思って、なんかこう無理やり乗っちゃう人いると思うんですけど、その無理やり乗るのは絶対にダメです。そう。なので、もう上がっちゃったものに対して、なんか悔いを残すよりも、自分で、こう来るかもなみたいなのを探しに行くっていう方が、めちゃくちゃおすすめです。そう。まだまだ、ここまで来るよねって思えるような、アルトコインいっぱいありますから。みんなが知らないだけで。なので、皆さん、ぜひ見てみてください。はい、見てください。これが、コインマーケットキャップの、チェーンランクというページなんです。ちょっと皆さんもね、見てみてください。もうね、見てください、これ。ここのね、チェーン別の TVL っていうことで、もうこれ、これ、60%、70% ぐらいが、もう、イーサなんですよ。圧倒的イーサ。で、プロトコル一覧ということで、1039がイーサなんですよ。もう、恐ろしくないですか?でも、何するにももう圧倒的なんですよ。だって2位がトロンですよ。で、プロトコル一覧、47になってますね。で、次が BNB。で、694となってますね。ということで、もう開発者の方ももちろんなんですけど、もう利用されているチェーンがもう圧倒的イーサなんです。だからもう利用、需要があるんですよね。それだけ需要があるし、もう土台としてイーサチェーンを使ってるっていうプロダクトとかサービスっていうのが、もうほぼほぼっていうことなんですよ。なので、まあこういったとこもね、ちょっとコインマーケットキャップとかでこう、簡単にね、確認できることなので、年末年始ね、時間ある方ね、コインマーケットキャップをちょっとね、ポチポチしながらね、年末年始過ごしていただくのも、一個勉強になってね、すごくいい知識得られると思います。ビットコイン ETF の裏側で動いているイーサ ETF。これが本物だということが言われてるんですよ。それぐらい、ビットコイン ETF よりもイーサ ETF の方に注目しています。裏側でね、みんな裏側でね、そう、表面はなんかもう今ビットコイン ETF みたいになってますけど、裏側ではイーサ ETF の方が注目されています。まあ、なんでかというと、今お話しした通りもう圧倒的なんですよ。本当に圧倒的なんです。本当に圧倒的なんです。そう、イーサリアムに関しては、ステーキング契約に2800万枚のコインがロックされているんですね。そして、常に増加する、まあ、イーサリアムへの需要ですよね。需要。そして、レイヤー2ネットワーク。取引所からイーサリアムを引き抜くことを可能にしているイーサリアムの交換残高が過去5年間で最低になり、約1400万枚のコインに減少しているということなんですね。そう。で、このステーキング契約でロックされているコインの枚数に関しては、取引所にあるそのイーサの
トークンのねと比較して、非常にそっちのステーキング契約に置いて いるイーサの方が多いっていうことなんです。そうなので、そしてね、このステーキング契約に置いてあるイーサに関しては、で長期間取り出すのに時間がかかるのが、まあ、あのステーキング契約なので、まあ、そういった意味でもイーサはこれから間違いなくね、トゥーザムーンの道歩んでいくんじゃないっていうことが言われています。そうで、ビットコイン ETF の場合は、まあ、なんかこう、金のイメージなんだけど、イーサリアムの ETF に関しては、こう、アップルとか、こう、NVIDIA みたいな、そういった株の方、そういったイメージの方が近いよねっていうことが言われています。それで、なぜかというと、その、今お伝えしたように、ステーキングの契約で、配当金の支払いがありますよね。そう。で、広範囲の仮想通貨スペースでの大規模なイノベーションの大きな露出が含まれています。そして、レイヤー2に対して楽観的であれば、NFT にして楽観的であれば、ステーブルコインの支払いに対して楽観的であれば、そして仮想通貨ゲームね、ゲームにチェーン使われてますよね、に対して楽観的であれば、そのすべてに露出するためにイーサ ETF を購入する可能性があるということが言われています。そう。そしてね、プラス配当金がもらえるわけですよ。なので、なんかこう、話を聞いていると、まあ、王様のビットコインももちろんなんですけど、イーサの方が、そのパフォーマンスというか、なんて言うんだろうな、その、バックグラウンドというか、バックで動いていることが、なんかこう、凄まじいですよね。バックで動いていることが凄まじいですし、そう、なので、ビットコインはもう王様です。なんですけど、イーサに関しては、バックグラウンドというか、こう、動いているとか、イーサを中心に動いているということが、とっても多くあります。なので、まあ、イーサに関してはもう、ひねつごろ需要があるし、まあ、それこそ、まあ、さっきもお伝えしたように、なんか株のように配当金ももらえるという、すごいね、長期保有者にとってはメリットだと思っているので、まあ、そういったところでも、イーサはね、かなり私、好きです。イーサ好きです。うん。はい。ということで、今日もたくさんお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか？皆さんどのように思われたか、ぜひコメントください。お待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。